高岡神社は、高知県高岡郡四万都町にある神社。祭神は第二本猫彦、大野地下子孫、四季彩姫命、大山住命、きびびこせまじま命、伊予二名昴千命、伊予天教官村。四国八十八箇所三十七番札所岩本寺の、元札所である。社格は、県社。別名を、二位五社といい、向かって右より、東大宮、今。 大神宮、中宮、今宮、森の宮が単独の神社として、県道322号線沿いに並び、それぞれ祭神が廃されている。この五社を総称して、高岡神社と呼ぶ。正式名称は、新田明神。地元では、五社さんと呼ばれている。伝承によれば、大和時代の6世紀頃、伊予の豪族、河野氏の一派が、一族の争いから当地に逃れ、 この地の土豪と共に土地を開墾し、安住の地と定めた。ここに祖神を祭りに井田大明神とし、この地の宗鎮寺とした。平安時代初期の天朝三年四国を巡釈していた空海が境内に福塩万寿を創建したと言われる。空海は神社を五社に分社し五社大明神とし、神仏集合の神宮寺としたと伝えられている。 室町時代後期の協力天文年間には戦火に、青などで推備した。江戸時代に入り、土佐藩二代藩主、山内忠義が神社を整備した。社殿の改築、近平の奉納を行い部分長級の数計紙とした。明治初年の神仏分離により本尊は岩本寺へ移された。周期大祭では、やぶさめなどの新人が行われる。社務所は中の宮に構えられている。 分社された神は本事仏として祀られた。各祭神及び本事仏は以下の通りである。これら五代の仏は現在岩本寺の本尊となっている。当神社の社宝となっていて行政の指定文化財ではないもの。四国遍路一人歩き同行二人解説編56ページ。ありがとうございます。